体重測定17日目9月24日撮影。690g。昨日より 23g 増えてます。あ、体重計新しくなりました。これで前みたいに動きすぎで体重計のお皿が浮くこともないでしょう。笑い。760g。昨日、753から754g だったので、プラス6から7g です。540g。昨日、529g だったので、プラス 11g です。3頭とも、歯茎が少し、もこもこしてきてるので、そろそろ離乳かな。また、離乳に入ったら、食べてる時の様子もお見せしますね。510g。昨日492g だったので、プラス 18g 増えてます。440g。昨日、421から422g だったので、プラス18から19g 増えてます。610g。昨日568g だったので、プラス 42g 増えてます。この子たちは、まだ離乳には早いですが言ってる間に、離乳に入りますね。この子も 610g。昨日は 577g だったので、プラス 33g です。640g。昨日 594g だったので、プラス 46g 増えてます。580g。昨日、555から 556g だったので、プラス24から25g です。630g。昨日、597g だったので、プラス 33g です。なんでみんな左側に逃げようとするんだろう、笑い。580g。昨日、562g だったので、プラス 18g です。560g。昨日、527g だったので、プラス 33g 増えてます。この子たちが離乳に入る時のこと考えると、ああ、ってなります、笑い。絶対ぐちゃぐちゃにされるちゃんなき。また成長の様子アップするので、ぜひ見てください。